最近の気になる記事は香川睦美さんの世界株式は2023年に要点するか。2022年の世界株式市場はウクライナ戦争、インフレ更新と主要中央銀行の急速な金融引き締めを受けた景気減速懸念などが重なり下落を余儀なくされました。特に金利の上昇で PER が比較的高いグロース株は大きなダメージを受け、投資家のリスク許容度は低下しました。2022年の世界株式リターンはマイナス 20.3% と2008年以降で最大のマイナスを記録。12月も欧米などで利上げが進み、景気見通しの悪化や中国での新型コロナ感染拡大懸念が株価を押し下げたんです。しかし過去20年にわたる世界株式に限ると歴年リターンがマイナスとなった翌年はプラスリターンを記録し、2年連続での下落はありませんでした。こちら2003年からの世界株式の歴年リターン、今年はマイナス 20% を超えました。2008年以来の大きなマイナス。しかし確かに過去20年を見ると2年連続でのマイナスはなかったんです。例えば2008年はリーマンショックで株価が大幅下落、しかし翌年の世界株式は景気が低調だった中でもプラス 27% と要点したんです。実際2022年の約2割の株価調整は今後憂慮される景気減速や景気後退を相当程度織り込んだと考えられるんです。2023年は年前半に想定される FRB の利上げ打ち止めを経て年後半の利下げ、景気底入れを視野に入れ、市場の目線は2024年に見込まれる景気回復を先取りしそうなんです。よって米国を中心に世界株式は2023年後半に復調傾向をたどる可能性が高いと香川氏は予想されています。2023年は世界経済の悪化が見込まれています。12月に FRB が発表した最新の経済金利見通しによると、去年は思いっきり FRB が利上げしましたけれども、その金融引き締めの累積効果で2023年の米実質 GDP 成長率はプラス 0.5% に下方修正されたんです。失業率は 4.6% に上昇すると見込まれています。こちら主要国の実質 GDP 成長率の見通し、黒色が世界の GDP 成長率、これ2022年の世界の GDP 成長率が 3% と予想されていますけれども、来年は 2.1% と減速する見通しなんです。もう一つ注目すべきが青色の米国。この米国の GDP も2022年の 1.9% から来年は 0.3% に減速、マイルドなリセッションに突入するという見通しなんです。また EU にも注目。 EU の成長率は2023年にマイナスに沈むと見られているんです。一方で中国は2022年のプラス 3%から2023年は 4.9% に回復すると見込まれています。注目は2023年になると市場が徐々に視野に入れると想定される2024年の見通し。その2024年の成長率を見ると、世界はプラス 2.9%、 米国はプラス 1.3%、 中国はプラス 5%、 EU はプラス 1.4% と2023年よりも回復していくと見込まれているんです。米国株式については金融当局による利上げ見通しの変化が鍵を握ると考えています。その FF 金利の見通しを見ると、 FRB の利上げは2023年前半まで続き、2023年後半は利下げに向かうとの見方が根強くなっているんです。一番最近の12月14日の FOMC で示された SEP の経済見通しは景気への慎重な見方を確認しました。 FRB は来年景気に配慮する姿勢を示すとみられ、2023年後半は金融政策による株価への下押し圧力は強くならないと想定されます。セクター別に今年の年初来騰落率を振り返ると、なんといってもエネルギーがプラス 56.3% と独り勝ちでした。こちらセクター別の年初来の騰落率、エネルギーが独り勝ち、それ以外は全てマイナス。特にコミュニケーションサービス一番やられました、マイナス 42%。 しかし2023年24年の予想 EPS 増減益率で見ると、エネルギーは2023年と2024年について減益が予想されているんです。確かに今年はエネルギー154% の利益成長を見せましたけれども、今年来年と2桁以上の減益見通し。一方で2023年も2024年も2桁台の増益率が予想されているセクターもあります。それが IT、 一般消費財、資本財。 S&P500 は2022年のプラス 13.6% から2023年はプラス 6.7% へと増益率の減速が見込まれています。しかし2024年にはプラス 9.6% への増益率回復が予想されているんです。
です。こうした観点で見ると、S&P500 ベースの2023年予想 PER で 16.2 倍、2024年予想 PER で 14.8 倍には割安感が見て取れます。当面の株式市場は FRB の高波姿勢と景気の減速不安を背景に投資家心理が悪化しており、2023年前半も神経質な動きを引き継ぐ可能性があります。しかし、2023年後半から2024年にかけての金利安定、景気の底入れ、業績見通しの改善、これらを徐々に視野に入れ、2023年後半の株式は復調傾向をたどっていくと予想しています。米国株式は MSCI 世界株式指数の時価総額ウェイトで約6割を占めています。よって米国株が2023年に要点すれば、世界株式全体でリスク先行が復調の流れに乗ると見込んでいます。